ジョーのチラチラチラ歌手デビューのお話なんですけれども、何？とうとう歌手デビューすることになりませんでした。ねえ、この間の6月22日ぐらいから、そのエピソード1から始まって、8回ぐらい続けてね、毎週水曜日、ライブストリーミングがあるみたいな感じで、その出演者がこう発表されたんですけど、名前がどうも見当たらず、あれみたいな。日本語で歌ったのはよくなかったかな。いや、そんなことない。この間の水曜日見たんですけど、この人たちがこれだって、ジョーの方がいいじゃん、みたいな、ありましたけどね。やっぱり日本の歌で、日本の、こういう歌ったってのはダメだね。まあ、それか多分、曲が、カラオケが、YouTube で著作権に引っかかってたからかなと思ったんだけど、ね。そんなことより声ですからね。まあ、そんな感じで、だから皆様にライブストリームもお知らせできなくなりました。しくしく。一言。ジョン。55からのハッピーライフ。ねえ、もうせっかく絶対歌手デビューとかって思ってたのにさ、夢破れるって感じで、まあでもまた、ね、これにもめげず、またキャスティングディレクターにお願いして、もうちょっとそろそろグリーンカードも取れるので、本腰入れて、キャスティングの方お願いしますと言っときますので、ジョーさん。今度はアクターですか？アクターです。アクターですか？アクターね、今ね、やっぱりね、私分かったの。もうね、私もね、これ差別よ。ほんと。これはこの間、ある日本人の、私知らなかった人なんだけど、津村祐希さんだったから、はい、知ってる？知ってる？有名？はい、ね、結構ね、イーストウッドの映画とかにも出てる人で、日本人なんだけど、英語もうまくて、さすがハリウッド進出してるだけあって、うん、で、その人が最近キャスティングもなんかやってるみたい で、とうとう皆さんアジア人の時代が来ましたよみたいなこと言ってたんだけど、彼もアジア人差別を受けてるみたいなことで、結構ツイッターとかで割と公言してるのね。で、それ見てたら、あ、これ私も差別じゃんとかって思ってきたんだけど、彼は髪の毛がこうテンパーで日本人っぽくないって言われて、日本人はこうまっすぐな髪の毛です。それぞれだから、今時だけど日本人は大体が半分以上、半分はね、多分ね、ある程度ね、癖っ気があるやつね。ジョーだって癖っ気だし、私も癖毛だし、でも私は髪の毛だけじゃなくても顔がこれだから、やっぱりキャスティングからさ、日本人の役でオーディションとか来ても、ハリウッドのプロデューサーとかがイメージする日本人とは程遠いわけよ。だからもういつまで経ってもキャスティングされないっていう事実なんです。それは私もずいぶん前から気づいてたんだけど、本当だから思わず私も、ああだからダメなんだなとかって思って、私はもうほとんどもうハリウッド映画に日本人としてキャスティングされるのはもうちょっと自分の中では、もうそうは言ってもさ、差別だなんだのかって言ったって、もうそれを求めてるんだからさ、もうしょうがないじゃん。しょうがないっていうか、もう絶対ダメなわけよ。ね。だからもうこれはもうジョーに夢を託すしかないってことで、もうジョーのこの侍顔ね、これ。だからジョー、英語もちょっと勉強したら、本当に、あ、かっこいいじゃん、本当ね、この、でもね、もう今日本人は侍顔なんて、それも差別の発言に、こういう発言も本当はしちゃいけないと思うんだけど、まあ本当にだからね、もう日本人なんだけど、もうここを見てほしいなと思うんですね。だからちょっとその辺も今度キャスティングのディレクターの人とちょっとお話しして、なんかいろいろと話そうかなと思ったりとかしてるんですけど、で、その松村さんが最近ね、モザイクストリートだとかな、なんかそういうのを YouTube でなんかこう自分で撮ってて、で、それはもう本当多様化してる社会で、もう日本人とは言ってもさ、ね、ミックスはいるし、松村さんみたいな人もいるし、ゲイとかレズビアンとかトランスジェンダーとかもいるし、みたいな、そういうね、マイノリティみたいな人が、
バンと出てきて、で、なぜか、この間亡くなった渡辺。そうそうそう、あの人もゲストで出てて、で、彼も英語上手なのね、なんか。まあ、そのモゼイクなんとかっていうのは、もう随分、去年か、ちょっと前にもう終わって、YouTube にアップされてたんだけど、それ見たら、非常になんか、興味深い、キャスティングで、それこそ撮ってて、ああ、なかなか面白いなって思ったんですけどね。まあ、そういう日本の人だって、日本人だってさ、やっぱ外国人がイメージする日本人って言ったら、もう決まってんのよ。なんかね。ジャパニーズクリントシュトットと言われた俺。何かなクリントシュトットって、誰が言ったの?Make my day って言ってごらん。Make my day. なるほどね。だから、ね、女王ね、これからなんとか頑張って、女王を売り出すんで。わかった?うえを向いて歩こうも。この間歌った、ライクが一つついた、じゃあ明日の女王のもうサビの部分を今日はじゃあモノマネとして歌ってください。かっこよく。アンチクショーの顔めがなけ叩け叩け叩けバイバイっていうことでした皆さん。で、あ、ちょっと戻ってきて、大切なこと言うの忘れちゃったじゃん。ご視聴いただきどうもありがとうございます。まだまだ登録者数5000人かを目指しておりますので、とりあえずは登録してください。よろしくお願いします。はい、それとですね、私の個人のコーチングの方の、YouTube チャンネルがあったんですけど、それはまた復活させてやりたいと思います。なので、それのお知らせもこの概要欄に貼っておきますのでリンクを。夫婦の悩みとかそういうことは、まあ私が一人でやったりとか、あと夫婦カウンセリングも、始めてますので、二人ね、ちょっとね。で、そちらの方も、まあこちらのチャンネルになるか、そちらの個人のチャンネルになるかわかりませんし、またジョーが一人でお話しする機会もこれから増えていくことになると思いますので、ね。僕ははっきり言いますよ。うん、そう、はっきり言って。僕は結構、ストレートにいますね。心の弱い方は、こう言ってますね。何それ。まあ、ジョーからもね、指摘してもらったんだけど、女性同士だと、やっぱりこう、慰め合ってるだけで、うん、まあ、その時はね、気分良くなって、頑張ろうっていう気になるんだけれども、それじゃ問題解決にならないぜ、みたいな感じ。ね、本気で問題を解決したい人は私のところに電話してください。男の目線っていうか、やっぱり分からないじゃないですか、女性にはね。だから男の本音とか、男目線で男のこうぶっちゃけ話とか、本当はこう思ってるんだよみたいなところもこう向き合って話し合えるように、夫婦カウンセリングで女王にも参加していただいて、いろいろなお話ができるようになったらいいなと思っていますので、もしそういうカウンセリングとか、そういうセッションに興味がある方は、それも概要欄にお知らせでメールアドレスなど貼っておきますので、興味がある方はぜひご連絡ください。それでは、皆様またこれから夏に向けて頑張ってアップしていきますので、これからも引き続きよろしくお願いします。よろしく。それでは、さよなら。さよなら。Sarah?